お世話になります、ひとりでございます。冠の雪原の新アイテムといえば、そう、特製バッジ。炎上を起こすぐらいに驚異的なアイテムですよね。それではそのアイテムを鎧の孤島のウロボにねじ込んだら何が生成されるのでしょうか。よくある技レコードになってしまうのでしょうか。それとも超レアなアイテムが出てくるのでしょうか。私は気になりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じ状況だと思いますので、今回はウロボに特製バッジ4つ入れたらどうなるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあまずはね、特製バッジ買っていきたいと思います。すでにね、1個は普通に、ストーリーの流れで手に入ると思いますので、今回はですね、残り3つをね購入していく感じとなります。私マックス鉱石別の動画でちゃんとカンストさせておきましたので、まあ、このねためっていうのもありますよ、ですので、まあちゃんとねここはふんだんに使ってやっていきたいと思います。すでに1個持ってるので3つですね購入していきましょう。600って高すぎだろっていう話なんですけど、ぶち込んでいくぜ。で、いや、ゴー。はい、どうぞ。よっしゃー、手に入りましたね。これでもうゲット。なんか早すぎるな展開が戻っていきましょう。鎧島行きましょう。いや、ここは久しぶりに来ましたね、本当に。あ、三つ葉どうもみたいな感じで挨拶しといて、ウロボの前に来ましたと。じゃあここから入れていきますよ。メニューを選んでください。さすがに入れられるよね、それは大丈夫だよね。で、ここでどこだ。はいはい、特製パッチございました、4つねじ込んでいきましょう。通常の特性を持つポケモンに使うと珍しい特性に変えられるパッチ。はい、これでぶち込んでいけ。1つしかありませんがよろしいですか。はい、いいよ。ここで合成します。よろしいですか。いいよ。合成を始めるためにレポートかけますか。やだ、本当はやだ、本当はやだけど、ぶち込む運命の瞬間、何出てくるか楽しみにしましょう。合成完了、来い、頼む、ワンちゃん来い。ポイントアップマジかよ、マジかよ、悲しいそれは悲しすぎるって。めっちゃ頑張ったんだよ、カンストさせるまで。それ悲しいよ。まあでも、悲しい時も仲間がいれば辛くはな、辛くない。悲しい時も仲間がいれば辛くはない。ま、私は仲間がいないんで普通に辛いんですけどね。人はみんな誰でも一人では生きていけないから、いつも素敵な友達とこの手をつなぐのさ。悲しい時も仲間がいれば苦はない、つらくない。悲しい時も仲間がいればつらくない。仲間がいないから辛いんですけどね。